女子ばっかり集まって
何をやってるんですか。いいじゃないですか。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。どうですか、このテーブルなんかきっとあれでしょう。家で旦那さんのチンのご飯そしてご婦人方は、はい、美味しいディナーを。いいな、ねえ、うん、世の中不平等だと思います。男はね、6我慢して我慢して、そして女に尽くして死んでいくんや。そうやったらせいぜい尽くしてもらおうか。楽しみやな。うん、楽しみです。はい、どんちゃん、ありがとうございます。だいたい何がクリスマスですか。我が家にクリスマスなんてなかった。そうなんですか。なかったよ。なんかすごいありそうな感じですけど。うちは仏教ですから。我が家にはですね、はい、クリスマスには決まって、はい、必ず栗まんじゅうが出てきます。なんで栗まんじゅう。あ、そう、栗まんじゅうが我が家に出てくる。そして僕は小学校の4年生ぐらいだったかな、うん、母親に世間ではクリスマスケーキが出るらしい家にと、はい、うちも今年はクリスマスケーキを出してくれとお願いしたんですね。すると母親は栗まんじゅうの上に生クリームを乗せてくれたんです。形はケーキやな。その頃サンタクロースがいると父親の履き古した靴下に願い事を書いて、それもケーキが買えるお金が欲しかったので1万円くれとサンタクロースにお願いしたんです。翌日の朝、靴下の中にもうちょっと子供らしいことを書きなさいとサンタクロースに怒られて、頼んでもないぬいぐるみが枕元に置いてありました。そんなものを頼んだつもりはないんですけども、なんて磨けたサンタクロースなんだとつくづく思いました。それは我が家だけだったそうです。まあそんな苦い思い出がクリスマスには僕はあるんですけれども、クリスマスはきっとこんな歌がいいんじゃないでしょうか。曲はロバート・カジメのナンバーから、今日はねスクリーンありますから、スクリーンもね一緒にご覧になりながら、うん、まあ、ナオ・バードファン、そう、愛するそのもの、それはブラザーズ・カジメロが書きました。ハワイはこの愛を霊として大切なものとして捉えます。霊は自分の大切な花ばかりを集めて作っていきます。お届けしましょう。曲はブラザーズカシメのナンバーからクリスマスの雪、とっておきのナンバーで愛するそのもの。
年やね。年ですよね。年齢とともにね、声がそういう声になってきたんだなっていうのを最近感じます。イメチェンやね。そうそう、イメチェン、イメチェン。あの若い兄ちゃんからこう、ええー、感じでおっさんになってきた。誰がおっさんやダンディズム。ダンディズムな感じね。もう加藤先生みたいにかっこいい感じで言っていただきたいです。え、あんなに水割るの？いや、カエさん、かっこいいじゃないですか。さあですね、はい。本日は皆さんもう長いことハワイ行ってないんじゃないですか。行ってないですよ。どうでしょうね。まあちょうど今ね、円がちょっともうややこしになってますから、いかにですか。ちょっと150円。この前うちのあの生徒がですね、行きましたよ、ハワイに。結婚式伸びて、はい、ラーメン一杯2500円。結構ねえ、こんなん食べれるのはあそこの安住さんだけやもう炊飯器持っていかなあかん、ハワイにな。さあ今日はですね、スクリーンを使いながら皆さんをハワイに招待したいと思います。次のナンバーはこちら、ハワイカムハオ。これはハワイ島を歌うんですけど、ハワイというのは全部でね、こうやってね8島あります。一番上ポイントついてるところがカワイ島、一番上はカワイ島で、一番南はハワイ島。このハワイ島の一番南側の矢印、ここがカワイポイントです。だからカワイポイント、ハワイの一番下ですから、もちろんアメリカで一番南側になります。聞いてますか。聞いてるよ。聞いてる。ちゃんと知ってました。出た。え、出たよ。ありがとうございます。あの声は知ってました。どうですか。キリ得意やから。え、キリ得意や。あの、さ、僕まだ仕事中ですね。終わってからちょっと話します、ね。まあそれはいいんですけども、ハワイの一番南側ということはアメリカの一番南側、ここには南からの吹く、はい、波でこういう景色、そしてこの歌にはこの植物が出てきます。何だと思いますか。これ先ほどの言った方どうぞ。知らない。え、知らんのかい。知らんのかい。そうですか。見えないから知らない。誰が知ってるの。あ、そうですか。そこの、小笠原先生のテーマですね。あ、そうですか。喉元ちょっとキュッと閉めてください。あかんかよ。これはね、アバプヒ、統治神社って言うんです。でもね、アバプヒって言うんだけどもね、これね、英語でね、シャンプー神社って言うんです。シャンプー。これをね、ギュッと絞るの。するとね、泡立つの。昔はね、シャンプーでね、これ泡立ってやってたんです。ぼやったことあるんですよ。すごいですよ。ぎっしぎしなんだ。一回やってみたいね。ぎっしぎし、手串も取るの。保湿成分が入ってないんですよね。そしてもう一曲、もう一発。これはパラパダイ。このナンバーはナンパラパダイ。この植物の由来、ハワイの固有種のナンバーのお届けしましょう。ハワイ島の美しさを歌っています。曲はハワイカムハオ。
ちょっとわかんないんですけど、はい、サンタさん、クリスマス、はい、サンタさん来ました。はい、来ました、サンタさん。子供の時ですね。そうだね。何歳の時来てくれました？これほんまの話していいですか？マジマジ、4年生ぐらいですか？3年生、リカちゃん人形ハウス、最後。ああ、懐かしいな、リカちゃんハウス。ロックは来ました。何歳ぐらいで？6年生。ええ人やな。オンチも来ましたか？はい、4のオンチも6年生ぐらいまで来てましたね。プレゼント、はい、コウスケ先生は？いや、うちは来なかったから。あれ、うちは栗まんじゅう。そっか、仏教やから来ないのか。サンタさんの立ち寄りポイントに入れなかったんです。頼んでもないぬいぐるみが来てたり。あ、そうやな。そうですか。子供らしいこと書きなさい、言うところ。でもサンタさんね、いい子には来るからね、はい、クリスマスイブっていうのはね、イブっていうのは前の日っていう意味じゃなくて、クリスマスは24日の日没から25日の日没までをクリスマスと言います。なのでクリスマスイブっていうのはイブニング。だから明日クリスマスディナーショーを、クリスマスディナーを食べる人はクリスマス終わったディナーだから。あ、そっか、イブニング。だからまさに今がまさにクリスマスだから今日やってる。おクリスマスディナーショーは今日です。明日クリスマス終わったね、終わったディナーショー、クリスマスの後のディナーショー。ホテルモントレーさん、やりありますな、ね、まさに男性が変わるのをやってるんですよ。すごい、ホテルモントレーさん、すごい。そして24日の大事な日に皆さんが来てくれます。日程調整ありがとうございます。家族置いてきた人もいるかもしれない。大変なスケジュール調整の中、わざわざ体のクリスマスを見に来ていただいて、みんなありがとうございます。ありがとうございます。モントレー大阪の担当の方は笑顔で、来年もやりましょうねって言ってました。ありがたい。でもね、この時期来年はギャラを上げてもらったらやろうかと思います。ほら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 、聖なる夜にその声が、ね、だってロクちゃんは今回初めてパパサンタの役をね、今回初めてですよね。なんだ、今日来てますよ。何を言ってはるんですか？今日何を言ってるかちょっと分からないんですけど、まあ何を言ってもあれ、うちの子たちもいます。良き日ですね。いっぱい飲んで、ね、あ、そう、先ちょっと気づいたんですけども、ちょっとあの撮影されている方なんですけども、うん、あの動画、うん、で写真撮影はですね、うん、この2年間コロナ で、うん、あのでディナーショーができてない間にですね、はい、あのなかなかこういうのができませんでしたので、はい、今日はですね、一人ですね6枚ずつぐらいは SNS に上げてください。どんどんですよ、ちゃんと上げてください。もう明日 Facebook 上げたらもうこんなの撮ってもらえる。ちゃんちゃんやってもらっていいですか？ただ、はい、著作権がないですから、肖像権もないですから、張り切ってはるから、バンバン来てもらっていいですか？バンバン来てもらっても、ね、明日はもう SNS もカバーみたいな、すごいな、楽しみだね、明日ね、サンタもびっくり。というわけで、はい、今日はですね、若者ばっかりじゃないよと、大阪のおばはんも頑張ってんねんっていうところを見せたいと、はい、高嶋さんから勝手のお願いがありましたので、勝手のお願いかもしれません。そうなんね。というわけでお届けしましょう。曲はホルナペ。これはね、このホルナペっていうグループが書いてます。歌ってるんです。はい、作った人は違うんですけどね。まあマウイ島出身のね、ホルナペ。ここにはカナナカという人魚がいるんですよ。このカナナカ、綺麗だなと思って。おじちゃんたちがね、近づくとね、食べられますのでね、気をつけてください。海に引きずり込まれます。そしてこんな美しい景色、これはね、ヤシの木がたわむことをホルナペと言います。お届けしましょう、ブリシャスレディーズのみんなでホルナペ。
これクリスマスが終わったらすぐにお正月が来るので、そうですね、日本人は忙しいんだよ、はい、年末ね、生まれた時はね神社にお宮参りに行って、そして結婚する時はチャペルに行って、死んだ時はお寺に行くって、難しい、お前な、そうそうそう、楽しいね、うん、全部制覇できる、全部制覇できるね、日本人はすごいね、そうそう、で新年でも来年はうさぎ年、あ、もううさぎ年、もううさぎ年です、はい、この間牛年やった気もして、そう、そして今日、今年が虎年でしたね、愛知さんね、あ、虎年、私は虎年だった、はい、私年女だったんですけれど、うさぎ年、来年うさぎさん、エサや、もうな、そうそう虎の次にうさぎが来るとね、そう、もう年賀状も皆さんご準備できました、あ、まだっていう人がいたそう、もう年賀状のこともなくなってきたね、少しずつなんかの薄れてきて LINE で一斉送信みたいなのも来てるみたいなんですけど、あの年に1回ぐらいこう手紙送ってもいいのかなって思ったりする気もちょっとしたりします、あの学生時代のね同級生とかどうしてるかなっていうとね、息子さんも娘さんも帰省するんじゃないですかね、私は帰ってくれるかな、うちのお母さんは大体お正月とクリスマスのシーズンはぼやいてましたよ、年金暮らしですからね、年金がたまった頃に孫が来るって言って溜め込んだお金はクリスマスに全部持っていかれてる、いつもお袋が老後が心配だ老後が心配だ、僕に言うけど、お袋に言ったんです、もう老後ですよって、ね、まあそんなキャビベーションも僕はこのナンバーがとても大好きです、マウナネロ、これは愛するマウナネロを歌っています、キャビベーションはすいません、もうちょっと喋りますね、ちょっと知り合い来てるから早めに出てこないよって言われていいですか、すいません、台本ありますから、すいません、これはマウナレオっていうのは山の名前なんです、それをマウイ島のこの西の海に存在します、ちょうどイヤモンニードルが見えるあたりでしょうか、この山の奥にマウナレオが存在します、キャンデネーション、彼はこのハワイの音楽シーンを大きく変えたと言われても過言ではないでしょう、その昔は音楽というものがなかったハワイはまるでお経のようなノリトのような、それが音楽として伝わってきました、しかし宣教師によって賛美歌が流れるようになり、ハワイ音楽がどんどんと進化します、最初はレナ・マチャード、彼女は日常のことを歌にしてみました、そろそろ出てきてもいいと思います、そしてマーク・ハサンズ、キャプロバート・カジメロ、彼たちはハワイ音楽をとてもとても現代風にアレンジしました、ピーター・モルン、カレモさん、そしてキャリー・レイシェルはこのハワイ音楽をポップスのように聴きやすく、そして今流行っているジョシュ・タトフィーはハワイ音楽をソウルミュージックのように変えていきました、その中でも僕がとても大好きなのはこのマウナレオ、キャリー・レイシェルが唯一お母さんに書いたと言われるナンバー、ウェルトバイ・キャリー・レイシェルマウナレオ、一番では愛するマウナレオ、愛するマウナレオを歌っています、何をボソボソやってます、もうちょっと前に出てください、前に
最高の自分の子供の誇りだと言われているんです。キャビン列車が唯一女性に書いたナンバーで僕の大好きな曲なんです。
やっと踊らせてもらえた、うっちゃん。いや、もうなんか、間違えてたな、お前に入るところ。何回やっても間違えるね。いや、行くかな、思ったんですよ。スーって言うから。めちゃめちゃ笑ってしもうたわ。ほんなら喋るときに息吐きながら喋りますか。喋りませんな。息吸うてから食べてる。そうですな。もう先生がええ話してても全然耳に入ってそっちばっかり気になってて、もうそればっかり気になって曲の説明すごい詳しく喋ってくれてるの全く耳に入ってくるからね。ほんまに邪魔ばっかりしてて邪魔してない。さあ続いてのナンバーはこれ、レイアロハのヒロ。今日いつもねクリスマスはね今年1年ねよくやった曲をよく出してるんですね。この曲です、 Hello Our Hand No Hero。 これはねハワイ島のヒロという場所なんです。知ってます？これはね右側で雨が降ってね、カニレフワっていう雨がそこには降るんです。まあ、どんな雨かというと、まあ、ちょっと激しい雨ね。でそこに歌ってるのはねこのカーニペアっていうね、これ彼がね歌ってるんですけど、もともとねハワイ島出身、今はマウイ島に住んでます。でね彼がねある日ね僕がご飯食べてたらねばったりレストランがあったの、ポイパウンド、ポイバウ、ポイバイパウンドっていうマウイ島のレストラン入ってて、ね、なんかおおすごいね大げさないうわクスケあ似てるやろ。でもね、お前って来てんねやったら電話しろよって電話番号さっき教えろよ電話しろよって言うたら電話番号教えろよ。せやな、さっきな後で見たんですよ、知ってたんだ入ってたん携帯入ってて、いつ聞いてんやろ思ってな、いつの間にかお友達になってたな。いや、こうこうこうやって電話したらカナニペアって出てた、あれってもう知ってるわ言うて、その場は知らんふりしたけどあるあるやね。とても優しい彼です。すごいパッション。彼はね、このナウパーカー、これを愛する人に讃えて歌っています。それはそれはね、ロマンティックで、自分のルーツは波にはさらわれず、しっかり根を生やしても波よりも根の方が強いので、そこにしっかり残る。それはハワイ語だったり、伝統だったり、ハワイの良き古き良きハワイの時代のものがこのハワイにはまだまだ残ってるんだ。ハワイのアイデンティティをこのナウパカと一緒に歌っているんです。今の若い人たちはすぐに携帯電話でパパパパッと便利ですよ。僕たちも頼っちゃいます。ちょっとこれ調べて、わかりました、パパパパ。どうですか皆さん、時代はどうでしょう。携帯電話なんてアトムの時代の話でしょ。民主主義としたら、まあね、どうですか。彼女の家に電話するとき、なちなちに電話してや、電話の前で待っといてや、出たら必ずもしもし、そうお父さん、お父さん、喋っていたら親子電話で母親が通っちゃうでしょ。聞かれた。そんな時代はもうないんです。古き良き時代だったのか悪き時代だったのか、趣味の悪い母親は僕の電話をいつも盗聴してました。ほらほらほら、私は交換日記を読まれてましたそれ一番恥ずかしい。そんな時代のことをポカーンと喋ってもわからないメンバーとうなずいているメンバーでお届けしましょう。本日はバラエティに飛んでお届けしましょう。曲は Written by my friend Kalani Pair Love Hello Aloha No Hero。Oh,
すごい、あれだけ人数がいると迫力がありますよね。ねえ、隣のやつしばきそうそう、ダンさんもね、この3年コロナの間にこう幅が広がって、まあ下の子が上がってきたというかね、いいじゃないですか。楽しいです。本当だったらね、コロナじゃなかったらこの3年間の間にこうこう徐々に世代交代をするはずだったんですけど、急激な、はい、さあいろんなね、話をしてるんですけども、この前まで東京、今回はね、僕たちはね11月の末にまず四国4県のライブツアーを行っています。そしてその後に大阪に戻って、翌週は東海エリア、伊勢、岐阜、そして愛知、この四国4県、安定の魚旅の味でした。みんなね、いろんなとこで美味しいもの食べてるでしょってよく言われるんですよ。そして東海エリアに行きましたら、はい、毎晩魚旅でしたから、たまにはって言って言われましたら、うちのマネージャーの高島さんに、はい、サイゼリアに連れていただきました。たまには洋食もということで、ありがとうございます。美味しいね、美味しい。そして最終茨城に行きましたら、はい、青下に大丈夫です、干し芋をいただきました。名産でございます、干し芋。帰りの車内はプン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 ねえ、香り豊かでしたでも本当に茨城に行きますとね、来年4月にね、ちょっと茨城でイベントがあるんですけど、そうなんですね、ぜひね、綿谷敦子先生は原田署で来られますので、ね、すごい、茨城東海村で、東海村で、ハワ、あのね、茨城のね、東海村って言ったらね、ちょっと茨城遠いなと思うでしょ、うん、いえいえ、皆さん、安心してください。神戸空港から1日に3本も飛んでるんですよ、3便ねえ、大きい、すごい、どんなところやねん。何もないんですよ、わかりますか。お土産といえば干し芋、そして朝は毎日納豆、はい、ね、水戸があるんですよ、水戸が、うん、水戸のね、町を走ってみましたらね、水戸黄門かってありましたわこれ本物の話やねん、これ狙っとるやねん、水戸黄門かって書いてあるほんまに。それ見に来たの、どうでしょう、ちえちゃん。来年の4月2日なんですよ。来年の4月2日といえば東海村でハワイアンのイベントがあるんですけど、皆さん来年の4月2日といえば僕の誕生日でもあるんです。ぜひしょうもないプレゼントを渡すぐらいならお金を持ってきてください。まあまあまあ、大丈夫なんですか。次のナンバーはね、こちら、ハモアデコカレブア。これはね、ハモアという場所。ホノルルからすぐ上、ダウンタウンのあたりでしょうか。そこには昔、こういう平野が、今の住宅になってます。そして、レコカレブア。これはね、レブアの葉っぱのつぼみをレコレブアと言うんです。これはね、ものすごく綺麗ですよ。こうやってレイの中に編み込んでみたりします。はい、お届けしましょう、カオラナのナンバーからパワーはデコカレーフォI'm not afraid to die.
すがに。さて、皆さんこのナンバー知ってますか？ダニー・ビーホー。これね、僕とっても大事にしてるナンバー。そうなんですね。とても好きなナンバーです。あの、すいません、まだあの、リアクションやってます。楽しくなってきちゃったんじゃないですか？ねえ、あそこのテーブルレイナーラのテーブルで先生に電話しますよ。ハワイの先生、ハワイの先生すぐ電話しますからね。お前カウボーイトといえば何ね、レイナーラ先生のお呼び元ですよ。あ、違う、そうやな。はい、何ピーほど、これはマウイ島のナンバーで、先ほどのコアリのずっとずっと上にあります。イーストマウイ、東マウイの北側、マカバオのあたりです。これを書いたのは僕の友達で、カマカクコーナー、彼はフラの先生でもあります。あ、そうだ、カマカクコーナーといえば本日、沖縄先生がいらっしゃいますね。沖縄先生の先生がカマカクコーナーです。今、犬鳴きました。大丈夫ですか？大丈夫だと思います。うん、って感じで、で、右に、向かっているのが、これがカハワワイというグループです。カマカクコーナーはキャリレーションに憧れを持っています。まあ尊敬してたんですね。やっぱり影響を受けますよ、どの世代の先生も。僕たちの世代はキャリレーションやっぱり彼に影響を受けたと思います。彼のハラオがメイコさんに移るときにこの曲をプレゼントしたんです。キャリレーションの姿はなくとも、その彼が生きた全てがこのハラウに残っている。ピーホロというのはその場所にあるんです。こんな草原が広がっていて、またこちらからドーンと見ますと反対側のウェストマウイが見えます。この山から向こうの山が同じ島に見える。だから山と山の谷間にある町、谷間の島、マウイ島はバーレーアイランドと呼ばれています。谷間の島なんていうと男連中はなんとなく夢を持ちます。谷間や、マウイ島の話ですよ。はいよ。今日はですね、配信、このコロナの間に熊本からやってきました。たった一人の少女が単身で大阪にフラダンスを習うためだけにやってきた。一番最初に出会ったのは中学生だったかな。彼女は高校をこっちの大阪に、いやいや高校は親御さんと一緒に過ごしなさい、高校卒業したら大阪に来ていいからなって約束したんです。それから4年が経って高校卒業した、その卒業したその日に借金の取り立てのように電話してきました。高校卒業しました。一体ですか？そんな声が。まさか来ると思っていなかった僕はですね、断りも切れず押しかけるようにやってまいりました。熊本から、アミちゃん。アミちゃんは熊本からこのフラだけをするためにやってきました。すごい覚悟だと思いません？一人で高校卒業して。なんか思いもないように俺もちょっと喋りながらうるっときてる。でも親御さんの元を離れて一人暮らしをして、一人暮らしをするということは洗濯も自分でしないと、ご飯も自分でしないといけない。まあ、ご飯も僕が食べさせてますけど、洗濯はコインランドリーに似てるそうです。ある日、何ピーホローという曲をシェアして教えたところ、大変に彼女は気に入りました。いつもいつも配信でも踊ってくれ
視聴者の皆さんも、もう亜美ちゃんはいいよ、言うぐらい踊りました。そんなこと言ってない、言ってない。距離が近い視聴者さんからね。今日はコロナ禍で一緒に戦ってきたお姉さん方と一緒にこの曲を踊ってもらいましょう。曲は Where's my my friend が何の曲か。ひょっこりはみたいな。皆さん、この
このナンバーご存知ですか？How Only の顔は知らない、あ、そうですか。このナンバーはね、私調べたところ、はい、この曲知ってますか？ここに幸あり。これはね、僕は今から20何年前、ハワイの大会に行きましたところ、フランド大会、まだ日本人誰も出てない、22、23年前、するとね、幸いなことにね、そのハワイの大会で、ね、私3位で、ね、入賞しましたね。すごい。いや、そんな大したことはないですよ。でも後にね、ちょっと優勝してますので、そんな大丈夫ないです。僕もたった5回だけですけど、ハワイの大会でフラを優勝して、そしてハワイの音楽でも賞を取って、うん、変わらないのはギャラだけです、はい、なぜかお値段据え置き。なんでやこれ、まあ、いいけど、いつもね、うん、儲からへん儲からへん言ってたら、そこにおる税理士の先生が、はい、そんなことないでしょ俺も思うよ、絶対俺より先生の方が儲けてね。それはいい。まあ、ちなみに私こんな画像も入手しました。どうでしょう。当時映画の主題歌として歌われてました。この映画がね、この映画のあれが何はともあれ、これはね手書きなんや。昔映画館手書きですね。昔ね、天禄シネマ手書きやったんですよね。天禄シネマ、そこな、天禄シネマ、天禄にあのシネマあったよね。もう今ないで、1個は普通のやつがやってんだけど、1個はちょっとエッチなやつやってる、ね、で、そうね、なにわミュージックっていうのはね、もう完全にあっち側へ、はい、で、その天禄シネマは、ね、手書きでね、看板書いてあったよ、うん、俺覚えてね、男たちの山と親父と見に行って、おお、ありましたね、うん、男たちの山とね、見に行ったの覚えてるよ。好きですよね。あとはおじいちゃんにね、ザトイチ連れて行くやつ、全然面白くなかった幼稚園の時ですよ、勝新の時ですよ。勝新太郎の里一なんか八尾の朝吉ですよ。すごいな、うん、まあ命、あのこのここに幸あり、これ歌詞見てもらうと分かるんですけども、皆さんこれ歌います？歌ったことある？ちょっと歌ってみて。
ちょうど会場にいらっしゃると思うんですけどね、こうきくん、こうきくん、こうきくん、はい、彼はこのクリスマスに大切な用事がなかったんです。都合つけてくれはったんです。都合つけてわざわざありがとうございます。大切な人がいなかったんです。いやいや、都合つけてくれはったんです。まだいなかったんです。独身です。23歳。私がもう少し若くて。22歳。 22? 半分よ。一心さん、私たちがもう少し若ければ。かんちゃんが狙ってるらしい。かんちゃん狙ってて、ね、アミも狙ってる。アミが狙ってる言うたら、コウキが嫌な顔してる。お母さんどうですか。ちょっと年離れてますけど。あ、ちょっと違うか。3回目なんですけど。やめろ。やめろ。ちょっと今日はね、上級者物件。せっかくなんでね、ボーイズの仲間も来てますから。本当やね。一曲踊ってもらおうかな。親孝行してるって言うんだから。お母さんフラやってるんです。北九州で。インストラクターの先生なんです。そして息子は大阪でフラダンスを習うって言うんで、間違ってうちに来たらしいです。あ、じゃあ大阪で初めてのクリスマスだね。じゃあボーイズのそこにいらっしゃいますよね。はい、4人いるんじゃないですか。片岡さんも、おぎやはぎと、そう、おぎやはぎ。片岡さんもおるのかな。梅ちゃんも、梅ちゃんもいてる。梅ちゃんもいてるよ。ぜひ来てください。舞台の方今からですね、トレーニングを積んでハワイアンキックボクサーを踊ってもらいます。もう靴入ったままでも、靴入ったままでも、靴入ったままでいいよ。ステージ上がってきてください。今日のみんなおしゃれしてきてくれてるから、いつもと違うパリッとした感じ。かっこいいでしょ。かっこいいでしょ。なんかおしゃれやな。おしゃれよ。ぜひ最近コウキ選手のお気に入りのハワイアンキックボクサーをお届けしたいと思います。お母さん、そこどこかですね、見えますか。大丈夫ですか。もしよかったら前で写真撮ってもらってもいいですよ。それではホテルの方から一番前で椅子をご用意しましょう。見に行くわ、出に行くわ。ダメですか。お母さん見えてますね。大丈夫ですか。本当ですか。じゃあハワイアンキックボクサーをちょっと上に脱ぎましょうか。さすがにね。あ、ジャケット脱いどく。いいですか。そっとかけておきます。あ、どうぞ。もう脱いでてもらったら。みんなかっこいいね。かっこよろしいな。かっこいいわ。よろしい。おお。
うちのインストラクターの